ベルフリンは、スイス、ビンタートゥール出身の美術師屋で、近代的な様式論を確立した。父のエドアルト・ベルフリンは、大学教授で、ラテン語学者であった。学生時代に、ベルフリンは、父の紹介で、個人的に、ヤーコプブ,ブルクハルトに出会い、修正したしく支持した。大学卒業時、22歳で、学位論文、建築心理学助説を執筆した。 イタリア建築の研究を続け、1893年、ブルクハルトの公認として、バーゼル大学に招かれた。その後、ベルリン大学、ミュンヘン大学教授を歴任。1915年に代表作、美術史の基礎概念を刊行。1924年、故郷の中リヒ大学に移った。1945年7月、中リヒで死去。美術史の基礎概念は、 ベルフリンの主張。16から17世紀の美術史をルネサンス様式とバロック様式の対比で特徴づけたもの。ベルフリンは様式を単なる個人の思考や時代的背景から説明するのではなく、様式の変遷を人間精神の発展と捉え、古典主義バロックの対比を5つの表現形式によって説明した。総じて古典主義では明瞭な形があり、 各部分が独立しながら全体の中に秩序づけられている。バロックでは変化、運動が見られ、各部分は全体のモチーフに従属している。また、こうした表現形式の変遷を16から17世紀だけでなく多くの文化史上にも見られる現象として捉えた。ありがとうございます。